久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。第44話ですね。第44話。43話では、かなり深いお話をいろいろしていただいたのかなと思うし、少し刺さる話がいっぱいありましたので、まずはこの第44話、1というところで、1ね、1というところでちょっと、まず撮ってみよう。ちょっと作って撮ってみようっていうところから始めました。はい、ということで、44話の1のところで、まず、自分がその感じた部分、まずは感じた部分を、ちょっと、スライドに起こしたっていうところなんですけど、影響を受ける、考える、感じるっていう3つのお話だったかなと思ってて、ほとんどの人が考えてもないし、感じてもいないよ、というところが、あったのかなと。それについてすごく深くいろんな事例を持って話していただいた気がして、で、自分が分かる範囲、自分が今で理解できるレベルで、少し話できるところがあるとしたら、このその影響を受けるとはっていうところなんですけど、これ久保さんが言ってたように、その他人の意向を沿うように自分を作り変えるというところで、影響を受け続ける人生、それはもの同じくその出会う人によって自分を繕い続ける人生というところなんですけど、基本自分がこれの人生をずっとやり続けてきたんで、すごくこの、ハマったというか、刺さるというか、すごくわかりやすいところだったんですよね。幼少期からね、幼少期から、幼少期だと親の意向に沿って自分を作り変えると。その生き方が、小学校になり、中学校なり、高校なりと、ずっと続いていって、そのステージステージごとに、人に寄り添っていく。その環境環境ごとに、自分を作り変えていくというかね。別にその優等生っていうわけでもないし、何ができるってわけじゃなかったんですけど、場の雰囲気を、なるべくこう壊さないような形でこうごまかししながらこうやっていったっていう、非常に疲れるような、あと今考えるとすごく疲れてたとは思うんですけど、いうところがあって、大学時代もなんとかかんとか、そんなごまかしの、大学時代は少しちょっと変わったかもしれないんですけど、それでもやっぱりその、人間ってのは変わらないかなと思ってるんで、そして社会人になりという感じで、ずっとこうやって、繕い続ける人生を、やってきたかなと思って、当然このリアルでそういうことをやってると、ネット上でも、そういうことを同じく、やろうとするわけで、別に自分は VTuber をやったわけではないんですけど、ただ顔出しなしで、何かこう発信を、自分の発信を始めようと、したときに、この今回の43話でも VTuber の人気が出たけど、ちょっと苦しくなったっていうくだりの話があったと思うんですけど、自分も同じような経験というか、当然その人気という面ではね、全然レベルが違うんですけど、やっぱり自分もそのうまくいかなかったっていう経験がやっぱりあって、当然その繕い続けた、リアルでも繕い続ける人生をずっとやり続けたんで、ネットでも当然、こうであったらいいなっていうイメージの人物を、アイコン化して、やっていくと、当然、ある程度人気が出るわけですよね。これツイッターの方でやってたのかな。こういう人がいたらいいなという感じで。でもやっぱりこの、ある時からやっぱり苦しくなるんですよね。本当に苦しくなってきて。初めはすごくね、いろんなファンが、ファンというか人気が出てくるんで、すごく、気持ち的には嬉しいというかね、共感してくれる人がこんなにいるのかっていうね、やっぱそうだよねみたいな感じでこう嬉しくなってくるんですけど、徐々に徐々に苦しくなる時期がやっぱりやってきて、これもその久保さんが言ってた VTuber の悩みの話のとこで一緒で、作り上げた自分は自分じゃないんですよね。自分がこうなったらいいな的な、自分に近いところであるんですけど、自分じゃないので、ただその虚像ですね。その虚像に対して、人はいろんな感情を抱くわけで、それに対してその共感を得る人だったり、それはないだろうっていう人だったり、こういろんなその
感情を抱くんですけど、どれもこれも結局自分じゃないんで、その、なんでしょう、まあ、ちょっと遠いというか、世界が遠いというか、何をやってるんだろうっていう、自分がもう一人の自分が、やっぱり、何なのかっていうね、いうところになってきて、やっぱり自分はこの結局何者だろうかっていう問いになっていかざるを得ないんですよね。これはやっぱり自分も同じことになったので。その挙動に対して、まあ自分はこういう人がいいなと思ったんですけど、それはあくまで自分のイメージキャラクターなので、そのイメージキャラクターがネットの方にとりあえずは、まあ自分は VTuber ではなく普通に顔出しなしで Twitter でやってただけなんですけど、まあそれは作り上げた自分も自分じゃないというところがやっぱり、なって、まあこの苦しさが、まあどん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 、まあ、吹き出してきて、まあある時、まあ苦しい。で、暴露しても、まあ何をね、何を言ってるんだみたいな感じになるんで、今更止められないという、まあ結局やめざるを得ないんですよね。もう本当にそのキャラが崩壊しかかってるんで、そもそもね、作ってる本人が崩壊しかけてるんで、っていうところがあって、やっぱりこの普段の自分じゃないんで持たなくなるっていうのはすごくわかるし、まあそれを自分も経験したし、結局その自分は何者だろうか。ただイメージそういう人がいてほしいっていうもので作ったんですけど、じゃあ自分はっていうところで、やっぱりその自分のことを考えてこなかった、まあ、ツケが、まあ、そうなったのかなというところがあって、やっぱりその自分を持ってる人、まあ、しっかりとその自分の主張をできる人とか強さを持ってる人っていうのは、やっぱりその何が好きかとか、まあ、どうしたいかとか、何が不満かとか、そういうのを全部こう、はっきり言語化できるし、言えるんですよね。やっぱりそのなんだろう、今まで環境のステージごとにこう自分を変えていったので、まあ人生の全てにこの疑問を持たないというか、まあカメレオン的なこうなんだろう、その環境がありますと、で、その環境にこう染まっていく、どうやったら染まっていけるかっていうところを集中して考えていたので、そこに自分はいないというところで、やっぱりそこをずっとそういう人生をやり続けていくと、結局その、まあ、自分がいないので、すごく苦しいというか、そしてそこでその、まあ、情報発信の世界、まあ、インターネットで情報発信するとならば、やっぱ自分が何者かを定義して、やっぱやっていかなきゃいけないんですけど、もうそうなると、その、今までその、受けたダメージとかいうのが本当に自分だったのかっていうところも、こう、いろいろあって、まあ、そういう、ところもあるんですけど、まあ、こういう、このなんだ、なんでしょう、自分の悲しみだったり、失望だったり、ダメージとか絶望とか、もう全部この、まあ、取り繕いまくってやってきたわけなんで、それをその、晒すっていうことが、そもそもその、ないというか、そういう考え方がなかったんですよね。だからこのマイナス資産を使い倒して、まあ、プラスを生み続けますっていうところが、まあ、衝撃的というか、まあ今までやってこなかったとかできなかった、そういうことをやらない選択をずっとやってきたところで、まあこういう考え方が、まああるわけで、まあその、まあカルチャーショックではないですけど、まあそれでいいんだなと、要はその取り繕わなくていいんだなっていうところを、その自分をごまかし、まあ繕い続けた、まあ、人生だったっていうのが、まあ、その自分を認めるっていうことが、まあ結局できなかったので、まあ、このずっと取り繕い続けた人生をやり続けた、自分をごまかし続けた人生をやり続けたので、まあそもそも自分が何者かわからないっていう、まあずっと影響を受け続けたっていうところになるんじゃないかなと思っていて。で、じゃあその自分が、その影響を受ける自分じゃなくて、本当に自分ってどういうもんなんだろうとか、自分が何者かっていう、まずアイデンティティというかわかんないですけど、そういうのを定義し始め、そういうのを気づき始めたら、ようやく考えるっていうところになってくるのかなと。まあ、それでこう考えた先に感じるものがあると、それがまあ感じれるものになるんじゃないかなと。で、その感じれるものってやっぱ人それぞれ違うし、自分も、で、その時その時でやっぱりその感じれるものも違うし、考えても
うまく答えが出ない時っていう時もまああって、まあだからこそその時その時の、まあ、気持ちを大事にするっていうところが、まあ、大事なのかなっていうところを今時点ではすごく感じていて、だからこそその情報発信、今すごく、まあ、自分も塾開いて、まあ、取り繕う人ではなくて本当に素の自分というか、まあ、普通の自分の出せてるから本当にやっぱり、まあ、塾運営がすごくできて、まあ、スムーズにというか普通にできてるっていうところがやっぱり良くて、これがなんか頑張って塾長はこうであるべきっていうなんかそういう虚像というか、こうでなければならないっていうのをずっとやってたら多分続かなかったと思うんで、だからこそやっぱりそれは良かったかなと思うところで、で、さらにその素の自分、素の自分っていうか、まあ普通に取り繕わない普通の自分が出て、かつやっぱり自分がそういうこのマイナス資産っていうのはなるべく出さない方がいいかなと思って、まあ、なるべくその話さないでおこうというか、まあ、隠すわけじゃないですけど、なるべくこう聞かれるまでは聞かれない、なんていうんですかね、まあ、ともかくそういうことはあんまり人には言わない方がいいかなと思ってずっと言わなかったんですけど、まあでも今回のこの速稼塾の、まあ、思考として、まあ、マイナス資産をしっかり生んで、しっかりそのプラスに変えましょうっていうところはすごく衝撃的で、ああ、いいのかっていうね。なるべくそういうところは、まあ、自分っていうのをなるべく消そうとは思ってたところだったんですけど、まあ、少しここがまあ、影響を受ける考える感じるっていうところで言うと、まあ、少しまあ考えるところには行ったのかなと、まだ感じるところにまでは行ってないんですけど、やっぱその自分がどういう人間であるべきなのかなっていうのをよく考えていくと、なんか見えてくるものがあったりするのかなと思っていて、まあ、だから本当にこうでなければならないというか、まあ、影響、ちょっと表現が難しいんですけど、取り繕い続ける、他人がこうしてほしいからこうする。まあ当然それは大事なんですけど、そこばっかりをそう優先するんじゃなくて、少し自分のことっていうのを少し大事にしていく。かつ、っていうね、なんか少しそこら辺が、まあ大事になるのかなっていうのがふと分かって、まあだから情報発信っていうのが少し、まあ最近は、まあやりやすくなったというか、少しだけ、まあ気が楽になったっていうところはあって、まあありますっていうところがなんか言いたかったなと思って、今回この第44話の1ということで、この素の自分を晒す真の勇者への道ということで、本当の自分っていうのが何かっていうのは正直難しいところではあるんですけど、ただその無理がない、無理なく、まあ、今の状態をただ普通にスッと話すっていうのがどれだけやっぱり難しいことかっていうのはすごく自分は感じてたので、まあ、これが今できてるっていうのはすごくいいことかなと思ったりもいたします。はい、ということで気になる男第44話1ですね。1、とりあえずここで終わりたいと思います。第44話の2話、ちょっと今からまた作ろうかなと思います。確か44話の2話、またなんかちょっと深い話があったんで、まあ、一旦撮ってから考えようかなと思って、まず44話の1撮らせていただきました。久保さん、ありがとうございました。